ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がする、といったようなことを。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。だが本当に錯覚だと思うか？もしお前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もしお前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前はもう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか？だがなぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で錯覚ではないと断言できるのか？結局体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか、思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ゲートはまだまだ大きくなっていく。このままでは我々が突破されるのも時間の問題だ。彼らは本当にブラックゲートを破壊できるのか？今は彼らを信じるしかないでしょ。きっと大丈夫。傷は浅いから気にしないで。モンスターがどんどん増えてきてるから急がなきゃ。早くブラックゲートに侵入しなきゃ。アントネーワさんが作った空間起点はこの先だよ。緊張してるの？初めての時こんな雑魚に全力を尽くって大好きだよ。でっかいやつが出てきたね。時間を4秒巻き戻せて、タイムバックデート。ここも掃除しなきゃ。やった、生命結晶。こっちこっち。私ももう回復したよ。
起きた起きた。この人弱そう。ねえ、名前。うわ、泣いた。変な名前ね。あ、ごめん、私少し言い過ぎちゃった。簡単に説明するわね。君は隊長選抜。まあその混乱する。人気使いとは特殊部。中央庁は人気。他に知りたいことはあるかしら。じゃ担当直入に言わせて。ほらそんな。ごめんね、アン。あとはた。え？じゃあ、街中の黒い中にはモンスターが。モンスターを退治し、まずはこれを。午前でも午後でも夜でもアンはずっとそばにいてあげるよ。当たり前でしょ。あ、え、まあ、あと、でも無駄。人気使いにだった。ここは中央庁。すべての人気使い。境界線都市は、だから中央庁は。中央庁を創立したのはブラックゲート事件以来。人気。今思えば。何ニヤニヤしてるの。を案内するから。この感覚、これはブラック。でも待って、私一人じゃ無理。とりあえず戦術端末を。まずい、今優先しなきゃいけないのは。あっちに隠夜館近く。あら、よ、白夜館へよ。ここはき、あなた別に珍しい。人間として何を忘れ、相応の対価をいただけば。通常はオパールという方。人間社会においても、これかしら。私はジャーリア、えらい遠いところからやってきたで。あなたの気、なぜそう。人は皆、たくさんの記憶を忘れる人もいれば、人生の運。私から見ると、でも私のことが。素早く。なんや、出前か。お掃除を始めよう。お部屋をきれいにしたら覚え、気分も良くなるよね。初めての実践なんだから。もう、あんた、こうだよ。いろいろ教えたけど、どのくらい覚えてるかな。鳥、はい、ええやん。
ここも掃除しなきゃ。ご褒美だよ。一度現れたエリアの近くで確実ブラックゲートには核心を破壊し、僕はこの早くそアン、君、大丈夫？平気だ、僕みたいに遺跡にレチェール先生は保険。おお。浄化？僕の理論は前に述べただろう。これから異世界に関することは初めての戦いで、私たちがやることはすぐにモンスターを倒したり、ブラック実際の戦いも体験したし、もう一度聞くわね。私たちありがとう。じゃあこれから。ああ来た。バカなこと言って行きましょう。では。改めて中央庁の骨格の隊長の任務で、次一つのエリアのブラック、私たちはブラックゲよくないに決まってるでしょ。理論書は訓練の後、まずはエリアを人気使いと一緒にエリアを巡察する。たまにそのさ、おいでやす。どうしたんだこれは。いいえ、大した。やれやれ、いや、なんでもない。ん？この人、真面目な努力家。私はヒーロー。君。よくそんなことが言えますね。聞いたぞ。は。新隊長とは、任務の報告なら事務室。うん。相変わらず。あ、そうそう。はあ、ごめんなさい。君にお、じゃあ。次の段階研究を進めれば。じゃ、学習業はお疲れ様。いえ、見えないわ。まあ焦らないで。ほら、ついここの部屋は常に毎日任務に使える時間は限られているから、私はここで。今日はお疲れ様。
なんや、出前か。なんや、出前か。